知ってるクワガタ全部買う。工学士のちょっと自信ある俺。ああ正解。しゃマジか。いやちょっと待って、そういう系はちょっと恥ずかしくて今まで言わなかったので言っていい。クワじゃあ金額お願いします。はい。はい、どうもこんにちは、みごりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが、ネイマールさん。立ち回る！立ち回さんか。そう、ネイマール前もやったじゃねえかやったんだ、やっぱ、うん。そう、だからやったかなと思って。うん、やったというか、一回それで間違えちゃってるかなっていう葛藤はありました、うん、ここ。そうそうそう。じゃあ、もうネイマールじゃないですか。違うって。それはさすがに。そんな何回も間違えないです。すいません、なんかこんなお茶も出せずに。え、お茶も出せずすみませんね、こんなところ。ネイマールとかかってんのか。かかってないです。もうかややこしいな。すみません、八幡さん、伝説作っていきましょう。はい、ありがとうございます。いや、バイクでやるな。ランバージャックさんですね。まあ、ランバージャックさんといえばもう、企画をやったりお買い物したりと、うん、いろいろやってますけども、いろいろやってますよ、はい、ちょっとまだ動画実は上がってなくて、はい、まあ、この動画上がってる時にはもう絶対上がってるんですけど、うん、第2弾です。知ってるクワガタ全部買う。おっ、知らねえ。あ、その企画を。そう。そうなんですよ。っていうのも実はあのカメラマンとして、はい、坂田、具志堅、八丸さん、この3人、平岡、まあこうかってなったらね、別リーグだからこの2人は。セリーグとパリーグみたいな感じなんで。はい、まあ、とりあえずこのメインの3人のうちの1人、はい、具志堅が、はい、実はこの企画やったんですよ、うん、っていうのも、まあ、カメラマンって、まあ、結構クワガタカブトムシを散々見てきてるわけじゃないですか、僕の雑談が混じりつつも、はい、だからまあカメラマンもこう生態見たら名前わかるんじゃないかみたいな思って、まあ、言っても結構長くて分かりづらかったり、平田クワガタでもいろんな種類いたりで、はい、こうこんがらがっちゃうパターンもあると思うから、うん、意外とこう知ってるクワガタっていうのは少ないんじゃないかっていうのも含めて、うんうん、今回、八丸さんに、はい、チャレンジしてもらって、うわ、知ってるクワガタ、まあ、名前クワガタが出てくるんで店長さんに用意してもらってます、はいはい、うわ、いや、そういうことか、はい、で出てきたクワガタを何々クワガタで正解だった場合は僕買います。ああ、なるほど。で知らなかった場合は、買わないみたいな感じで、なんでもしかしたら八丸さんが全部知ってたら、うん、僕がこの世から消える可能性もあるし、はい、まあ、知らなかったら気まずすぎて僕がこの世から消える可能性あるんで、いい方法あるって。だからまあ程よくね、どれぐらい知ってるのかなっていう興味もあるから。ただこれって八丸さんこうリスクなさすぎるから。あるって、昆虫チャンネルやってるから。昆虫チャンネルやってるやつクワガタ知らなかったらやばいんだよ。あ、なるほど。そうそうそう、そうか、そこだけでもリスクあんのか。リスクだいぶあるよ。あ、ちょっと正直その外れたらよっしゃなんですよ僕からしたら、うん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 、そのお金が支払う額が増えないから、うん、なんですけど幸先悪すぎて、うん、僕も保護者みたいな目で見てて、ちょっと変な感じになっちゃったんで、うん、今回は昆虫好きとして、うん、YouTube もやってる、うん、101号室っていうチャンネルもやってる八丸さん、うん、だからこそ、この企画の、うん、なんか真髄を見れるんじゃないかというか。そうだな、はい、ちょっと具志堅は所詮やっぱりな、うん、この虫界隈ではゴミに等しいから。いやいや、まあまあまあ、そう、虫好きではないからね。お笑いはちゃんとできるけど、はい、ちゃんと今回はあ、お笑いとかそういうのふざけてるの捨てて、はい、そうですね、マジでいきます。虫界隈の実力見せてやるぞと。はい、タマムシを捕まえた男だぞ俺はと。そう、いや、人の力だけ。金額いくらになるのかっていう部分も含め楽しみにしてもらってほしいですね。はい、はい、で僕やっぱ八丸さんが知ってるイコール多分僕の動画で出てたり、まあ有名だったりっていうことになると思うんで、うん、僕も数いくらいても困らない種類だと思うんで、そこも含めてまあ出費はかさばる可能性あるけど、うん、予期せぬ、はい、まあ、飼育する上では今後楽しめるかなっていう。ここ1週間だけ落ち込むだけで、うん、それ以降は、まあ、買ってよかったって思えると思うんで、はい、はい、もうバンバン当てちゃってくださいよ。わかりました、はい、2回行ってもいいですか。いや、バカなこと言わないでください。ダメです。当てたら買ってもらえない、はい、ダメです。マジか、はい、あ、ただやっぱ値札のところに名前が書いてるんで、うん、大変じゃないですか、うん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 、そう隠すのが、うん、だから店長がもうセレクトしてくれてます。なるほど、そういうことか。これだったらわかるだろうとか、はい、これもし当たったらウハウハみたいな、うん、山口店長的に売り上げ強分もう OK だぞみたいなのとかのチョイスで選んでもらうんで。店長は味方なのか、はい、俺とは。そう、具志堅の時もびっくりするぐらいヒント出してた。うわー、マジか、やばかった。勝手に。まあまあ
ヒントは僕もちょっと様子見つつ出していこうかなとは思いますけど、例えばだけどその、はい、黄金鬼だったら、はい、もう黄金鬼でいいの？やっぱババまでつけてほしいですね。ババ黄金鬼、ローゼンベルグーとか、はい、つけてほしいですけど、まあそこはね、まあ具志堅だったら黄金鬼でも OK かなぐらいの感じだった。一緒でやらせてくれよ。まあ最初はそういうラインでやってたんですけどね、はい、まあそこもちょっと難しくなったんで。わかりました。じゃあ早速行きましょうか。ちょっと準備ができるまで、お待ちという感じになるんで、次、切り替わったら、中に入ると思うんで、それまでしばし時たま。あー、こぼし、新しい。いや、何回かやってるよ。はい、かれこれ1時間ぐらいこぼさせていただきましたけども、卵かけなとか、これ、ここからちょっとカメラマン変わりますよ、はい、僕が、カメラマンやらせてもらって、今店長さんが用意してくれてるので。なるほど、そういう時間か、はい、今、はい、で、ここが店長来た、特設会議長です。置いてある場所とかでは覚えてたか、なんとなく。あ、なるほど。そういうの回るんじゃなくて。無理ですよ。そう、はい、うわ、もう本当に中間テストみたいな覚え方ダメですからね。ここに出てくるんで、何クワガタみたいな。すぐ分かるかな。そう、選んでくださってるので、店長さんですね。はい、山口店長、はい、答えられたやつを買ってもらえるんですよ。はい、じゃあクワガタって分かればいいかな。いや、違います、ダメです。ダメです。よっしゃ。いや、八幡さん一気に気楽になる。いや、お互いウィンウィンだから。違う、俺が負け負けなんです。ルーズルーズだけど。いや、ルーズっていうのダメなんです。で、足はまあそのちょっと様子見て、まあ、まあ一応でも通称、まあうちで売ってる、はい、名前。ああ、そうですね。うん、はい、それでいければいいかな。で、頑張って、はい、はい、に近い名前で言ってもらえれば。はい、最後近い名前に変更してました。よかった。舐められてるってことは悲しいけど。まあ、まあ確かに。でもね、はい、お店の力になりたいから、ね。まあ、まあそうですね、ここはまあ、はい、準備できました。すいません、お願いします。さあ、お、いや、俺、お、はいはいはい、俺は絶対は。マジで恥ずかしくて今まで言わなかったけど言っていい？平田と大久保の違い俺分からない。あ、マジっすか。そう。でもファーストリアクション具志堅と全く同じでした。この間のカメラマンと。でも本土系だと思うな。おお、国産の。はいはい、国産の平田か大久保だと思うんだよね。はい、いいですか、触って。どうぞ。触って分かるか。なんか気がないじゃん、平田の方が、はい、なるほど、そういう特徴は覚えてるんですね。こいつ優しすぎないか。大久保じゃないか、これ。優しいもん。だって平田だったらブチ切れるもん、はい、あ、こんなことしたら。もうちょっと定まったら店長さんに向かって答えを。いきます。はい、まあ、店長の顔を見てもいいですし。ボケはいらないから。いやいや、平田と大久保で悩むってボケないですもん、ね、知らない種類の。はい、OK です。お、じゃあ、答えをお願いします。大久保型。あ、正解です。うわー、あぶ当たるか。そう、やぶね。ここ外しといてよかったのにな。よし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 。なるほど、一発目っぽいもんね。まあまあまあ、恥ずかしくなるとこだった。もっと本当分かってたんだよ。あ、いやいや違う、全然。めちゃくちゃぶっちゃけましたもんね。大久保と平田の違い分からない。ベンチタイムです。そうだ、ラウンドの間の水飲むタイム。はい、焦らせやがって。読めないな。でも確かに表情見るのは大事だね。そうですね。でもあんまり見ないでくださいね。喋り出すんで。正解言い出すんだ。でも、三森くんが苦しむや、俺欲しいから、正直。まあまあそうですけど、うん、でも、高学習の方ちょっと自信ある、俺。いや、そこ怖いんですよね、正直。これは、うわぁ、もうこういうタイプ。あぁ、はい、うわぁ、最悪だ。通称名まで。なるほど。おぉ、ジャンルは分かる。ジャンル、ノコギリ。おぉ、何ノコギリ。割と色が、確かに色味が綺麗な。高いやつじゃないんだろうな。でも店長が2番目に持ってくるってことは、あ、いや2番目から高い可能性もありますよ。店長ここからずっと。ブルーマイスターはちょっともっとでっかかったんだよ、はいはい、確かラテラリススがめちゃくちゃ高かった。オキピタリスみたいな。そういうのは名前出てくるけど絶対違うよな、どれも。何？通称まであるんですかね。はい、薄すぎないかこの企画。確かに2問目でこれは。まあでもノコギリっていうのが。店長にヒントもらっちゃうか。あ、でもいいですよ。店長これヒントもらってもいいですか。ヒントはね、
なんとかレッド、うん、なんとかレッド、ドリームレッド曲名あーもうでも多分その時点で俺消えたから、ちょっとなんとなく、はい、パリレッド、パリレッドのゴギリクワガタ、レッドは、うん、別につけなくていいでしょパリのゴギリクワガタ三文字めっちゃヒント出す、めっちゃヒント出すじゃないですか、めっちゃヒント出すじゃないですか。あれレッドは関係ないですか。レッド、あレッドって言ったのか。レッド、なるほど、なんとかレッド、あ、はいはいはい、なんとかレッドがヒントはね、はい、で、それを反せばってなったら割とね、次とかでも有名な、ちょっと海外か国内かまで言っていいです。国内もちょっと、え、こんなの綺麗なってなったらもう一択ですね。いろんなレッド浮かべて、レッド先生わかんない地名とか。三宅、三宅絶対、絶対あそこ近辺で見たでしょ今日見たから、はいはいはい、あれしか出てこない。三宅のこぎり、残念。うわぁ、ちょっと欲しかったな。何、そうか、じゃあ正解を。トカラのこぎり、絶対出てこない。トカラなんて、この色といえばですね、トカラなんだ。綺麗。うわ、むずー。トカラ、ごめん、当たり前なくて。いやいや、いいんですよ、ファインプレーです。そうか、はい、ちょっと欲しかったのは。でもだいぶヒントくれるってことは分かったから、だいぶ、はい、だって正解の雰囲気出してめっちゃ回ってヒント出しましたからね残念じゃなくて次行きますか。はい、あれだね、はい、別にクワガタ以外でもいいんですよね。あ、まあまあ、え？大丈夫ですかこれ。すごい、てか手で持てるもんなんですね尻尾を持てばね。もう二択なんだけどね、この時点で。いや、ちょっとめっちゃ堂々としてるちょっと堂々としすぎじゃない。シャグロサソリかダイオウサソリなんだよ、うん、ちょっと見てみですか。いや、でもシャグロサソリ、うん、まあ、一応正解。アジアンフォレストスコーピオンですよね。あれ、ダイオウかけました。うん、ダイオウ、うん、シャグロ合ってる。あ、よかったよかった。おお、場所もんですか。まあね、できればね、まあ、貴重好きだったらね、食ですから、うん、ベトナム、正解。よっしゃ、さすが。これはいけるしかも、え、でも値段想像つかないわ。いやいや、これ俺がもらえるんだとして。いやいや、まあまあ僕は飼育しないんでねよっしゃ、そういうギャラの渡し方あるんですね。ありがとうございます。え、いくらなんだろう、ちょっと想像つかないな。やばいな、店長さすが。背筋ピンってなりましたね何としてでも買ってもらおうなるほど、そういうのもあるのか。全くわからないからね。まあまあそうですね、よかった、サービス問題ですけど。なるほど、次4つ目。なるほど、何かこの暴れ具合から。あー、確かにね、暴れ具合。うわ、すごいな、うわめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いやん。一応サービス問題で。え、そうですね、暴れてるんで全然もうすぐ答えでもいいですか。いいですか、はい。俺もこれ分かるわ、ノコギリクワガタの。何かがあるんですか。まあ一応ね、一応正解は正解。よっしゃ、これは。え、これ産地とかどうですか。そう、産地も、まあ、足にはなってないから別の正解。うん、まあでもやっぱ、一応言っときます。三宅三宅めっちゃ好きじゃないですかこれはどこになるんですか。これはあの長崎県の島ですね。あ、対馬。壱岐。あ、壱岐か。まあでもノコギリで正解です。さあ、よかった、はい、すごくないですか今。いや、すごいなこれちょっと大丈夫かな。でもまあ今のところ安そうですけど、その値段はそんなに、そんなに払わなそうだけど、うん、全部で何品あるかも分からないですか。分かんないですね。怖っ。500品とかになるんですいや、マジかじゃあちょっとな、まあここ、ちょここでいやとりあえずの名前覚えようとしないいつまとらしてるって次が5点目かな、うん、ここまではでもそんな高いやつはいないわけだもんね。うん、そうですね。ここら辺どうなるかですね。本格的にそろそろ、はい、うわ、かわいい。ああ、はい、はい、はい。え、さっき名前出たね。ああ、覚えてたんですねマジで。はい、マジか。お、記憶よみがえらして。まあ別にもういいですけどね、諦めて。いいですか。いや、いきますよ。いける。はい、オキピタリス。ああ、正解。しゃー、マジかすごっ。いやいや、ちょっと悪魔的笑い方やめてください。いや、楽しい。マジか。いや、すごいな。あれ、すごいな、あいつは。金額的にはまあ、お手軽ですけど、うん、その量がね。あと、俺知らないし、サソリのやつ金額
店長がめちゃくちゃ味方サイドだろ。確かにすごいな、うん、なんかさっき言ったでもキュッてなったから。確かに。あ、そして次すごいな、ちょっと、うわマジ、さっき言った、めっちゃ欲しいんだよこいつ名前。ちょっと待って、マジ、いやいや、でも見とけよかった、こんな企画があるなら。え、わかります、まあ、見てたじゃん、一緒に。はい。いや、なんとか、手長かなぶんみたいなんだけど。いや、これもういいでしょ、外してくださいよ。僕もわかんない。ヒントもらっていいですか。いや、ヒント、いや、すぐ出るって、絶対。どっち、はい、あ、でもヒント、頭文字、はい、お任せします。さっきでも、言ってたよね、三宅。いや、違う。まあ、わかんない、三宅かもしれない。三宅ってなんか、さっき言ってた、まさかその辺で言ってたような気がするよね。あ、あれ見ながらだもんね、はいはい、全然知らなかったね、俺。あ、そうなんだ、知ってるって言ってたじゃないですか、あの時。あ、でも言ってたわ、はい、響きめっちゃ食いつってたから。いや、まあいいですよ、ラリーみたいな、ラテ、うん、ラル、ラレ、ラシー、ラシー、ラシー、手長かなぶ。いやいや、どっちか言ってください。うんだから。いやもうそんな違うんだ、違うの、目で教えないでくていいですから。なんですかこいつは。まだなんか答えたいからね。いやいやいや、そんなことは優しすぎない。ラグ、ラグ、ラグーテナガカナブ。あ、不正解。よっしゃー、危ねえ。マジで悔しい。危ねえ。なんですかこいつは。ラッケリー。ラッケリーか、そうだ、ラッケリー。あれかっこよかったけどね。まあでも外してくれてないです。めっちゃ欲しかった。いや、俺が買いますって。まあちょっと近くで一緒に住めです。その代わり、そう、一緒に住めるな。同居したいですね。そう。次。次は。サービスも。虹色クワガタ。早いな。外していいよ、別に。虹色クワガタ。いや、いいね。立花さん動画出たら虹色絶対買うんだ。安いからな。でかくないですか。でかっ。え、本当にでかっ、綺麗。え、これ。これ何ミリですか。これは64ミリです。めっちゃでかい。綺麗じゃん。いくらなんだろうこれ。一応通常か、通常カラーノーマルかな。ピカールじゃない。あ、ピカール知ってるんですね。そう、こいつは知ってます。可愛いからね。うわ、これは早かったな。結構するんじゃないもしかしたら。一番高いやつかな。いや、結構高いって絶対。64ってサービス問題っていうのは店長もだからね。確かに、そうか。そのままお金になる。確かにな。ええ、いやいやいや、カマキリサービス続きじゃん。いやいや違う。あ、もうこんなん、これじゃん、これですよね。これ。ボクサーマンです。正解。いやマジでいらないって。ちょっと店長さん、多すぎないですか、そのサービスみたいな。いや、何も答えられないとつまんないから。いや、まあ、まあ、結構答えられてるんですよ。トカラ以外答えられてるんですよ。あと、なんとか。マジか。今日すごいね、なんだ、クワカブだけじゃないんだね。いや、まあまあ、それは確かに俺も言ってなかったから。ごめんな。結構すると思うよ、でも。年一でこのコンビは変なことすんな。まあまあ、僕が決めた企画ですけど。そうそうそう。あ、はい。あー、なるほど。おお。あれ？触っても大丈夫ですか？いいです。これ平田でしょ、でも。でかいですね。やっぱ大川の同じ日に見たから分かるわ。うん、あんま触る機会ないですもんね。前来たシートの方がいいな、やっぱかっこいいね。もう固まってるんですか。うん、いや、平田系だと思うんだよね。でも、こんな一緒に採集した時も取りに行ったじゃん。はいはいはい、平田もこんなでかくなかったもんね。確かに違うのかな、なんとか平田って。いきます。サイズもね、はい、ほんと平田じゃなくて、いやいや、ちょっと待って。正解。よしよしよし、さすがですか。危ねえ。これはこれはポペイオークワ、全然知らなかった。危ねえ。あとオークワだった。まあ確かにオークワ、まあ、平田の時点で僕はホッとしてたんで。優しかったもんな。ありがとうございます。大倉なんだ。特徴でも聞いとかないと分かんないんじゃないですか。僕は国産と確かどう違うんですか。まあ、どう違ってそんなに違いはねあんまりないけど、これだとやっぱもう類代されて太いゲットのやつだから、まあいわゆるまあ内脂がこう
みたいな感じで、まあ、もちろんゼリーとか重なるような形の上にめっちゃかっこいいな。上から見た時になんか一本に見えるぐらいというか。へー、本当だ、見える、見える。よかった、これは不正解、不正解、ありがとうございます。不正解と正解の量逆なんだよな。あとどれぐらいあるかな、確かに分かんないんだよ。牛健くん超えたいからな。いや余裕で超えてますって。ちょっと正確はどうする、額はやめてよ。どうましたかね。はあ、これこそでも平田っぽい気するんだよな。か、まあでも自信持っていいんじゃない。あ、でも筋なんとかの可能性もある、うん、まあ自信持っていいんじゃないですか、筋、うん、あ、あと筋ぶと平田、筋平田、筋ぶと平田、筋平田。突然ミリオネアみたいになるんですよね。筋平田で、はい、筋ぶと平田。不正解。あー、よかった。なんですかこれ。いや、これ八幡さん好きなやつですよ。え、さっきも言ってなかったっけこれ。なんか言ったっけ。え、見たけ。いやいや、見分けね、見分けか。何ですかこれ。記憶抜けてるじゃないですか。パリーウォーク。うわー、パリーだった。これは覚えてたんだけど。いやいやいや、ウォークはダメだ俺全然。平田と差が分からないんだもん。そうか、その中では検討してますね。もうあと何問ぐらいですかね。あと2問。あと2問、はい、はい、残り2問の、なんか9問目かな。いや、ちょっと待って、そういう系はちょっと待って、ちょっと店長、はい、店長、開けていいですよ。アップしとくんで。やだよ、俺だって。はい、あれ、これでもあれと違うぞ、俺が。いやー、気持ち悪い、いやー、店長、カゴに入れていいですよ。店長、うわー、でも、これリビアみたいだけど、しますから。ちょっと違うよね、ちょっと飛ばしてくださいね、皆さん。いやー、リビアっぽくないよね、ちょっと。うわー、すげえ。あ、じゃあ、あれなのかな、自信持って。またガスカルゴキブリ。正解。あげます、あげます。いらんて、プレゼントです、今日のギャラ。いらんて、やだよ。いや、マジゾッとしたな、今手で手が埋めてたの。店長、うわ、あれ触っちゃうんだ、店長って。いやいやいや、店長になると触らないといけないんだな。いやいや、まあそうですよ、諦めよう。店長ってすごいです、店長になるの資格ですから。まあゴキブリも今ではね、ペットとして扱ってますからね。まあこれでラスト、ラスト、はい、ラスト、じゃあお願いします。はい、おー、さあ、ここでどうなるか。いや、もうマジで、え、難しいっすね、今日のこれ。今日のってこれ、1回しかやったことないでしょ。え、これでも最後のことは絶対高いやつだと思うんだよ。おうおう、三森くん分かったの。でも分かります、分かります。高い、いや、もう高いっすか。え、そんな、そんな、あれ、じゃあ違うのか。大丈夫だ。そう、金額で名前決めないか、それ。平田だ、ブチ切れてる、見てて。うわ、ほら、すげえ。これ平田、性格が悪すぎる。性格悪いから、理由が。あれ、さっき俺何平田って言ってましたっけ。筋、筋絶対入ってないもんな。これまず平田、あの、でも本当だったら最後に持ってこないと思うんだよ。あ、そういう心理的な。まあでも、もう自信持っていいです。まず平田区あるからです。ええ、よし、国内種ですか。もちろん。俺さっきまでずっと言った見分けの可能性あるから。こんだけ言ってたらそれしか知ってないと思われて。先島、そうか、その見分け、はい、俺もそれしか知らないんだ。店長見ながら言ってみたらどうですか。普通の平田か先島か見分け、この中にいますか。います。どれだろう。マジでどれだろう。え、そう、違います全然、もう、それぞれ外見で、うん、まあ、先島は違うね。三宅はいないんじゃない。いやいや、ちょ、いやいや、二択。いや、いや、もう、もう、いや、絶対もう三宅で違いますで、ね、もう、オチでよかった。本当平田正解。あ、いやいや、こぼさんな。なるほど、今回店長、固めで、確実性でいきましたね。3択まで行ったから、頑張って俺が。いや、まさか削ると思ってなかったけどな。エクストラステージやる。いや、やんないです、十分です。やっちゃう。やんないです。いや、ノリノリになんないから。高学習で、まあ、はい、え、結果的に10点 ?10 点ですよね。10点中7点。7点。うわ、すごいじゃん。
この正解率で言ったら。そうですね、うん、意外にすごいね。あ、本当ありがとうございます。すごかったですね。やっぱ店長のバックアップが強かったんでね、うん、まあ確かに、まあ、でも多少でしたからね、びっくりしたわ。よかったです。じゃあちょっとお会計します。これすごかったな。いや、カマキリとかはもうわざと間違えていいじゃないですか。自分の動画で言えばいいじゃないですか。あれわざと間違えました。間違えてくれと思ったんだけどね。いやいや、それだったんですけど。確信犯ですって。難しかったですけど。難しくない、早かったもん、これ虹色とこれめっちゃ早かった。まあでもなんかさ、その、うん、ずっとこうボディーブローみたいな感じ、うんうんうん、そう、今までの店長と違うフォルムチェンジしてきた。確かにね、一撃じゃないんだよね。一撃必殺みたいな感じ。地割れとかハサミギロチみたいなのだったのに、そう、なんか締め付けるとか、なんかそういう感じになってたから。あ、出ましたかね。じゃあ、金額はじゃあ、金額お願いします。いいですか。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃいってる。4万だ。めっちゃいってる。え、何がどれ。煮汁はね、わかんない。あー、やっぱ超えるんだ。全然超えない。そう、うわ、ちょい待てよ。おい、くっそ、これがね、マジかよ。だから飛び跳ねてたんか。そう、嬉しいもん。これはね、そんな高い。まあそうですよね。僕は山形の、これはね、サンキュー。3900円。途中だったんだ。そうだ、ちっちゃかったもん。うわ、マジか。こいつめっちゃ高いんだな。あ、でもアダルトのメスだから、アダルトの可能性も。ワンちゃん。うわ、まあしゃあないか。いや、まさかカマキリが一番高いと思う。ちょうどね。マジ。あ、そうか、袋もお願いします。47,500円ですね、はい。じゃあ、ちょうどお願いします。あ、はあ、どうですか。いや、どうもこうもないでしょ。外してよかったじゃん。そう、すごいよ、でも。いや、すごい。桑田の部屋めっちゃ好きやねん。いや、違う、その、いや、都合いい時だけ好きになんないからさ。一番のファンだから。いや、やるから、誕生日企画で、なんか別にここで撮ろうとしなくていいですから。やっぱ、カマキリをね、普段使ってるチャンネルではありますので、はいはい、これ外しちゃったらね、まあ、まあ、そうだけど、大丈夫だなってなっちゃうから。やりーの顔してたな、そういや。ありがとうございます。あ、やった。サービスで。ありがとうございます。この企画次いつします。いや、ちょ、やんないでしょ、もう。もうやらないです。はい、もうボス企画です、これは。店長の秋に聞いとかないでしょ。いやいや、時間あると余計に数増えるから。もうここで終了です。はい、坂田もやろうと思ってたけど、もうやらないです。はい、いや、まあ結果的に、八丸さんに、が知ってる、はい、知ってるクワカブ、まあ虫、まあ虫、昆虫、全部買うってやってみたら、はい、結果的に47,000円という結果になりました、はい、まあまあ悲しいです僕は。はい、まあでもこういうのも、まあこれもこれで楽しいは楽しいんで、はいはい、まあ個人的には、まあ動画的には良かったかな。本当ですね。そこだけ、そこだけで救われてるの。なんで、まあこの動画良かったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお待ちしております。で、八幡さんのチャンネルも概要欄に貼ってるんですけど、それは登録しなくていいので。なんで、はい、ネスポーツね、はい、紹介しちゃおうか。ああ、いやいや、まあまあまあ、自分買いましたって言ったら、いやいや、じゃあ違うじゃないですか。紹介の仕方、まあ、で、今日協力してもらったランバージャックさんも、まあ、概要欄にツイッター貼っときますんで、はい、ぜひ見てください。そんな感じで、今回の動画も以上です。ご視聴ありがとうございました。